ング省資源省エネルギー省スペース、価値ある製品を実用価格で提供、それが変わらず受け継がれてきたアルトン。全ての人にエコライド。鈴木は誰にでも乗れる軽電車こそ一番のエコだと考えています。新型アルトは全グレードエコカー減税対象予定です。美しさ、全ての世代に愛されるデザインと質の高い機能美の追求、新型アルトは新たなスタンダードを提案します。全ての人にエコドライブを。思い通りの走りを誰にでも。使いやすさという美しさ、アルトの思想を受け継ぎさらに発展させた新型アルトのコンセプトモデル、それが新型アルトコンセプトです。小さな車、大きな未来。鈴木は小さな車で新しい価値を創造し続けます。大阪モーターショー鈴木ブースでは、小さな車の大きな可能性をこの他にも様々な形でご紹介しています。また、ただいまご紹介してまいりました新型アルトも実際にお乗り込みいただけますようもう一台ご用意しています。ぜひこの機会にお確かめください。ありがとうございました。思い通りの走りを誰にでも。使いやすさという美しさ、初代アルトの誕生から30年の時を経て、小さな車は次の時代へ。新型アルトのコンセプトモデル、それが新型アルトコンセプトです。2009年モーターショー、東京、名古屋、大阪と、新型アルトをご紹介してまいりましたが、これが最後のステージです。それではスペシャルゲストをご紹介します。エコステージのナレーターのゆうきさん&まきさんです。皆さん拍手でお願いします。そして相方ナレーターさくらちゃん、そしていっちゃんこと石川玲子ちゃんです。皆様、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。補給後すぐに走行することが可能です。航続距離はおよそ 60km。万が一燃料がなくなっても、この補助燃料ボトルで簡単に補給ができるので安心です。2008年11月より静岡県の協力を得て、実
要化に向けた実証試験を行っております。燃料電池セニアカーミオ、四輪二輪のみでなくセニアカーにも取り組んできた鈴木ならではの環境技術者です。さらに鈴木は燃料電池の技術を通勤や通学など日常の移動を想定したモーターサイクルにも応用しています。燃料電池スクーターバーグマンフューエルセルスクーターです。こちらのバーグマンフューエルセルスクーターはシンプルな燃料電池システムを搭載することで部品の小型軽量化を図り、水素タンクもフレーム内の安全な位置にレイアウト可能にしました。さらにモーターをリアホイールにコンパクトに内蔵することでモーターサイクルらしいデザイン性を実現。鈴木はこのシステム構成をもとに電動やハイブリッドのモーターサイクルも開発していく予定です。鈴木の燃料電池スクーターバーグマンフューエルセルスクーターにご期待ください。最後に週末の遠出などファミリーでのレジャーシーンにも対応した究極の環境フィニッシャー燃料電池自動車 SX4FCV です。 SX4FCV は高性能燃料電池にスズキが独自に開発した高圧水素タンクを搭載。さらに制動時のエネルギーを回収し加速時のアシストをする軽量コンパクトなキャパシターを採用することにより走行性能を向上しています。最高速度 150km、 航続距離は 250km を達成、国土交通大臣認定を取得。公道での試験走行データを収集し実用化に向けた開発を進めております。スズキの燃料電池自動車 SX4FCV にご期待ください。小さな車大きな未来、スズキは小さな車で未来に挑戦しています。東京、名古屋、そして大阪とこのメンバーでお届けしてまいりました。皆さん本当に最後までどうもありがとうございました。ありがとうございました。